はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ウルトラマンデッカウルトラディメンションカードシリーズオフィシャルバインダー2です。はい、1500円ぐらいで買えるディメンションカードが40枚収納可能のバインダーの第2弾が出ましたが、今回付属するカードがすごい変わったやつで、音声がどんな感じになるか楽しみだったんですよね。特別なサウンドが鳴ってほしいんだけど、カードが3枚入ってて、このウルトラヒーロー大集合みたいなやつすごい良くない？デッカが手前にいて、最近のニュージェネ系がずらっと並んでるのか。一応カードとしてはウルトラマンデッカフラッシュタイプになってて、でこっちがニュージェネのパワーアップ関連ね。ゼロさんなんかも映っておりますが、一番手前にダイナミックタイプがいて、様々なニュージェネパワーアップが5つ、ウルトラマンダイナフラッシュタイプで、ダイナとデッカーのコラボカードみたいな、そんな感じのイラストになっております。という風に、なんかニュージェネ系の変身音とかが一気にバッと流れるんだったら面白いけど、カード自体はデッカー、デッカーダイナとなっておりますので、その辺が連動音どうなるかと。でオフィシャルバインダーね、これ基本めっちゃチャチクって相変わらずペラペラで、40枚収納なんだけど、またね微妙にこれ使いづらくって、蓋がねこうあって、その部分にカードを入れる形なんだけど、出し入れがまあまあめんどくさいんで、僕はこれ使わないっすね。ちなみに僕は Amazon で買った超でかいバインダーにこのように大量収納しております。これ作品ごとに収納できるからいいんだよね。よかったら Amazon でどうぞ。バインダーのイラストは相当かっこよくて、さっきのディメンションカードと同じ絵柄になってますね。なのででもこっち違うか。こっちはパワーアップのニュージェネ系たちがずらっといて、でデッカー世代のガッツセレクトの面々って感じかな。でもディメンションカード絵柄になってるのはなかなかかっこいいと思います。じゃあ肝心の連動音がどうなってるか確認しましょう。まずはデッカーのフラッシュタイプ、ニュージェネ系がずらっと乗ってる方は、特にセリフなどは差し込まれず、普通にデッカーフラッシュタイプじゃん。え、終わり？なんかニュージェネ系せめてトリガーとかの連動サウンドとかが一緒になるとかそういうのじゃないの？あー、光線音とかも変わらずだ。じゃあこっちはデッカーダイナミックタイプのサウンドが鳴って終わりか？待機音が変わったら、あ、ダイナミックタイプの待機音だ。残念。まあでも後ろのカード絵柄が普通にダイナミックタイプと変わりませんもんね。まあでもダイナミックタイプのカードが余分に手に入ったと思ったらいいのかな。じゃあこれは普通にダイナデッカーとはいえダイナのフラッシュタイプのサウンドが鳴って終わりかな。
セリフが差し込まれる際はこの時になったりするんだけど、ないね。あ、ダイナフラッシュタイプで終わりだ。でも D フラッシャーが D フラッシャーっぽく遊べるのがいいっすね。ダイナ関連鳴らすと。って感じで、特別なイラストだから、音声も特別なのかと思いきや、まさかの共通音というか、ここに表記がある名前のウルトラマンのものしか音は鳴らなくて、ちょっとこれは残念でしたね。なんだ、特別なサウンドがてっきり鳴るかと思った。あとバインダーは言わずもがな。だいぶさっぱりしてますので、まあ、軽く40枚。サクッと収納するにはいいと思います。以上、ウルトラマンデーカー、ウルトラディメンションカード、オフィシャルバインダー2の紹介でした。